女子1万メートル競走タイムレース第2組がスタートしました。さあ増田さん、注目の選手は誰でしょうかね。島理沙、皆さんね、ロンドン世界陸上 5000m 予選で自己ベストですからね、はい、15分11秒83、はい、その大舞台でね、はい、自己ベスト8秒を更新したのね、はいはい、すごい大物感がありますね。鍋島班は鍋島じゃないんだけど、はい、名前もいいし頑張って、はい、非常にスピードのある選手ですね。それから一山さんね、はい、ゴールの一山さんはね、これがまたこの前北海道の死別合宿、暑い中やってましたけども、その中で死別ハーフがあったんですよ、はい、暑い中でね、優勝して、はい、見事な走りでしたね、はい、1時間14分台で死別ハーフ優勝しましたけど、あれなんか見てると市山さん、はい、強いですね。鍋島さんと争うかもしれない。そうですね、今年 の日本選手権で市山さん4位に入ってますよね。そうです、はい、それが悔しかったんですよ。あ、そうなんですか。市山さんにしてみれば、はい、3人だったら、ね、はい、代表だけど、はい、4番でね、涙を飲んでますからね。黒缶なんかも強い市山さんですから、ここで自信つけてほしいと思います。そうですね、79秒ですね。あとはどうでしょう、国連の菊池さん、菊池さん、積水化学の松崎美子さん、ね、はい、非常に期待されています、はい、第2組です。チームゾーン家族が大好きな松崎美子さん、大きなものもコンテスト作り上げます、はい、そうなんですね。それから山田電機の石井久美さんもいいですね。楽しみです。現在先頭は東都の川上若葉さんです。2番が加藤美咲さん、九電工。加藤美咲さんもね、1月の大阪国際女子マラソンで悔しかった。鍋島さんが来ました前に。あ、そうですね。あ、鍋島さんが先頭に立って、さあレースを進めてくれるのか。あ、ペース上がってますね。はい、800メートル通過します。ですけどね、子供の時はサッカーやってたんですね。運動神経がいいんですね。鍋島さんは今度は大学出身です。大学時代に1万メートル優勝してます。さあ増田さん、途中間もなく 1000m の最初気になりますね。3分台ですが、3分18秒、最初の 1000m 3分18秒で入りました、増田さん。はい、いいですよ、3分18秒、まあ、32分55ぐらいですね、ゴールタイムが、はい、まあ、でも2組目は、多分今はちょっと慣らしてる感じで、はい、ペースがどんどん上がっていくと思います、はい、あ、スコアボードご覧ください、ご覧いただきます、女子1万メートル競走、タイムレース、1組の結果です、どうぞご覧ください。76秒、ペースが上がりました、はい、今トップを走っている日本郵政の鍋島さんが大学時代にここでインカレ優勝してるんです。長いで、長いで、はい、去年の日本選手権、はい、日本選手権は4年ですね。あ、なぜかなんですか、5000メートルじゃん、5000メートル、今年ですね、はい、今年の日本選手権の、はい、5000m もチャンピオンで、はい、やっぱり長井だったので、はい、この長井にはすごくリスタルと言いますか、ここをもたらしてくれているので、はい、今も先頭走ってます。1番鍋島さんです。2番が九電工加藤美咲さん、3番が島村の阿部ゆかりさん、上がってきました。阿部ゆかりさんも安定してますね。駅伝なんかでもいつもごぼう抜きする選手ですね。さあ、フリーリオ先頭集団が映し出されております。非常に力強い走りですね。素晴らしいですね、はい、
阿部さんなんか本当にマラソンやったら面白いなって思っていつも見てます、はい、走り。まだまだ少しでも余裕がある目標ですね。77秒です。徐々にペースが上がってます、はい。ウガンダのね、世界クロカルの日本代表で行って、はい、まあ、我がある内山さん、シュベツハーフでも優勝しましたけど、はい、ワコールの長山監督は、もうウガンダに置いてこようかというぐらい野生的でね、本当にアメリカの選手たちみたいに我があって、はい、もう次の福士加代子さん、はい、次の世代はもう内山だっていう人多いですね。最初の 1000m が3分18。一山さん3位に上がりましたね。はい、さあ松田さん、現地フィッシュライン 2000m が上がります。だいぶ上がってきます。さあ鍋島さんを先頭に今週 2000m です。6分32秒です。松田さん、いかがですか。はい、上がりましたね。今の1周77秒安定してます、はい、この間が3分14秒でいきます。1周77秒でいくとゴールタイムが32分05秒なんです、はい、じゃあ31分台も期待できそうですね。そんな感じにペースが速くなってきてます。どうですか、スクリーンに映し出してる阿部さんの表情。阿部島さんはいつも凛々しい女龍馬ですから、あの高知県出身女坂本龍馬、はい、まさにそんな表情してます。まあ、日本のトップクラスの選手たちが勢揃いしてますから、そんな中で、はい、世界の代表になった阿部島さんと一緒にレースができて、自分の力を試してみようって思って走ってる人多いと思うんですね、はい、いいチャンスです。若い選手の皆さん、これからはみんなの時代です。もう怖がらずに積極的に行ってください。グラウンドコンディションも非常に良くなってきましたが、はい、雨も上がりましたし、はい、ぜひ記録への挑戦もしていってほしいですよね。加藤美咲さんが来ました。77秒。加藤美咲さん、いっぱい食べます、はい、本当にいっぱい食べていっぱい走る元気な加藤さん、加藤さん、鍋島さん、内山さん、ワコール、島村、阿部さん、山田電機、石井さん、そして TOTO の川上さん、TOTO の川上さんは持ちタイムより特にいい感じでこのレースを続けてきですね。この積極性がいいですね。ぜひ自己新記録を目指して頑張っていただきたいと思います。そうですね、駅伝なんかでもね、川上さんは本当にね、思い切った走りをして、お姉さんと妹さんでね、はい、切磋琢磨して競技生活してますけども、こういう大舞台で良い結果でゴールすると次につながりますから頑張って、はい、加藤さん積極的ですよね。積極的です、いつも加藤さん積極的です。76秒。マラソンでもね、はい、大阪国際女子マラソンは加藤美咲さんを積極的に行ったんですけど、はい、まだね、はい、初めてのマラソンでしたから、はい、悔しい思いしましたけど、やっぱり積極的に行って人の胸を借りない選手の方が将来伸びます、はい、そうですね、世界の舞台に行ったらね、もう本当にどん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 攻めていかないと、はい、アフリカ強いですから、加藤美咲さんみたいなレーススタイルは素晴らしいです、はい、その加藤さんを先頭に間もなく 3000m の通過です。 3000m は9分40秒台、9分44秒です。増田さん、いかがですか。ペースが上がってますね、はい、今の1キロも3分10秒ですね、はい、いいペースに上がってきました。確実にペースアップしてます。
今のペースでいきましたら31分台でゴールできます。はい、35分台で出ると僕たちの自己新記録を更新したの選手がたくさんこの中に含まれてますね。そうなんです、31分台目指してみんな32分台の選手チャンスですよ。また今日はお天気に恵まれました。雨降ってない、呼吸も楽。77秒、市山さん、上さん、鍋島さん、石井さん、川上さん、縦に一列ですね。そうですね、まあ、ここについて、ついて、そうです、そうです。まあ、集団は一列と見ましたけどね、大体みんな頑張ってついていて頑張ってますね、はい、空いてないですね。ここはもう粘ったもの勝ちですよ。ここについてったら記録がいい。つきましょう。追いついていきましょう、ね、じっくりじっくり練習で強いんだから30競争でも負けてないんだから頑張って。78秒、大体1周77秒から78秒ですね、はい、78秒がもうリズムになってしまうと、はい、78秒のペースはゴールタイムが32分30秒なんですね、はいはい、だからできるだけ77、76で通過していくと自然に31分台が見えてきます。
もう意欲的で練習もまた強くてね、まあ、そういうお墨付きの選手ですから、加藤美咲さん好調して頑張って。
島さん、一山さん、松崎さん、阿部さん、日本郵政、鍋島さん、マコール、一山さん、積水化学、松崎さん、島村の阿部さん。観客いいですね。はい、経験、こういうのが力になるんですよ。背中を押してくれるんですよ。グレース・キマンズイさん、スターツ。さあ、どこで仕掛けるのか。先頭集団4名です。77秒、ちょっと落ちました。
の4名は勝負を意識してますかね、そろそろ。なんかそんな感じですね。はい、さあ、虎視眈々と優勝を狙ってます。4名でも後半にね、30分台近い距離でね、はい、走るためには鍋島さんにばっかり目を借りるんじゃなくて、はい、4人のペースをね、そうですね、上げていかなきゃね、みんなで切磋琢磨しながらやっていくとタイムも良くなるし、はい、前半では行ってほしいですよね。さあ、また次が8000メートルになります。さあ、どのくらいで来るか。さあ、鍋島さんを先頭にまもなく8000メートルの通過です。25分59秒、25分59秒。今の1周が79秒、ちょっと落ちました。さあ、1000メートル3分17かかりました。はい、ちょっと鍋島さんに疲れが見えてきたかもしれない。さあ、鍋島さん頑張れ。そしてついてる3人も、ね、みんなで引っ張り合ってペース落ちないように頑張ろう。32分、このままのペースだと32分30ぐらいですかね。まあ、このままもうちょっと上がるかもしれないですけど。内山さんは日本選手権で4位っていう選手をしていますから、はい、やっぱり勝ちたい気持ちが強いと思う。はい、でも長山監督言われると、はい、内山さんっていうのは練習で外すことがなく、はい、詰まれるところがいいなっていうことでね、今のところ5戦1番で東京オリンピックを狙ってますけど、はい、将来マラソンで目指すは福士加代子さんと言ってる、はい、内山さん、ね、ここで自信つけてください。第2ですね。さあ、周回も残りあと4回となりました。78秒。阿部さんが頑張って追い上げたらまた練習ありますからね。73秒今の練習。
かなり早くわかりましたね。スピードといった面ではどうですか、後半ですか、増田さん。日の丸つけて、はい、世界の舞台の経験をしたんですよ。ああ、そうですか。で、内山さんはクロスカントリーでは何度も代表をしてますけど、はい、最近内山さんそうですもんね。熾烈ハーブも優勝してますし、勝負史的な感じでは松崎さんまで維持続けますね。これは分からない。石井さん、そして